はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはバテンカイトス 1&2 HD リマスター。これバテンカイトスっていうとゲームキューブ一作目、ちょっとあの珍しい、ちょっと大きいサイズで、2はちっちゃいサイズ。ただ2の方がこれちょっと分厚い。まあまあまあディスクの入れ方の話ですよね。まあ1も2もゲームキューブで出て、まあそっから続かなかったんですけどね。これが HD リマスター。これ HD リマスターでうまくいったら3が出るとかあんのかなとかね、いろいろ考えながらね見てみましょうか。はい、ということで、全ての命はいつか海へと帰る、君と初めて出会う RPG ということで、そんなジャンルついてたんだ。あ、てかゲームキューブのパッケージにはジャンル入っ RPG としか入ってないか。はい、ということで、2023年9月14日発売予定なのですが、バーっと見てみると、あなたと出会い、この物語は動き始める。空に浮かぶ様々な思いと、祈りが交わる物語が。名作 JRPG、JRPG ってナムコさんも言っちゃうんだ。名作 JRPG、バテンカイトス終わらない翼と失われた海。バテンカイトス2、始まりの翼と、神々の獅子かなの2作品が1本になって任天堂スイッチで復刻ということで、まんまですね。ストーリー、遥か昔邪神と人々との間で大きな争いがあった。厳しい戦いの末に邪神を封じた人々、しかし残されたのは荒れ果てた大地だった。そんな大地を捨て人々は空で生きていくことを望んだ、選んだという。そんなおとぎ話が伝説として語り継がれている時代、心の翼と呼ばれる翼を羽を持つ人々が平和な生活を営んでいる時代、長く続いている穏やかな時代、ほころびは静かに、始まっていた、少年が精霊であるあなたの名前を呼んだ時、この物語は動き始める。空を浮かぶ浮遊大陸を舞台とした様々な思いと祈りが交わる物語が。全ての命はいつか海へと帰る、君と初めて出会う RPG ということでね。まあ正直言って、あの昔のこうゲーム内容を覚えてるかっていうのは全然覚えてないんでまあまあいい。はい、ということで、これバテンカイトスの1作目と2作目それぞれのページがあるということなので、まあ1、はい、こんな感じ。全ての命はいつか海へと帰る。かつて存在したとされる海と大地が伝説となって人々の間で語り継がれていた時代、人々は空高くに浮かぶ大陸の上で生活をしていた。そのためか、長いと、年月を経た今、人々の背中には心の翼と呼ばれる羽が生えるようになっていた。すごいよね。人間って空にいるだけで翼が生えちゃうんだもんね。うん、だが平穏かに見え、思えた世界は、ある邪悪な計画を発端として徐々に秩序を乱し始める。少年カラスは帝国に殺された、育ての親と弟の仇を取るため。少女シュラは世界を危機から救うため。別々の思いを抱えて旅する2人が出会った時、物語は静かに幕を開ける。空を浮かぶ大陸を舞台に、さまざまな思いと祈りが交錯する世界の破壊と再生のストーリーということでね。1作目ね、カラス、名前がすごいよね。カラスね。でシェラということで、まあこれだけか。キャラクターとストーリーだけの紹介なのか。で、次、2。バテンカイトス2。綺麗な嘘と汚れた真実。それでも僕たちは生きていく。バテンカイトス終わらない翼と失われた海の20年前の世界。空に浮かぶ大陸のうち一つを支配する帝国アルファルドは、発達した科学技術を後ろ盾に、機械を使って全ての大陸を管理しようとする。管理しようとする巻き中政策を近隣諸国に広めようとしていた。
主人公サギは、またすごいな。カラスもすごいけど、やっぱサギもインパクトあるな。なんかちょっと悪そうだもんね、サギって聞くだけでね。まあ意味が違うんだけど、帝国アルファルドが擁する精鋭暗黒部隊の新入りとして任務に就くが、彼とそのパートナーギロは帝国暗殺の濡れ衣を着せられ帝国から追われる身へ。時を同じくして 大陸の各地に異形の怪物、異形の怪物が現れ、大陸全体を混乱に陥れる。誰がサギを陥れたのか。まあサギだからね。イジと呼ばれる異形の怪物の正体は、サギをたびたび襲うハクチュームは一体、千年の時を超え少年サギとあなたは華麗な嘘と汚れた真実を知るということで、このあなたっていうのは特にキャラクター的なニュアンスよりはこうプレイしてるあなたっていうニュアンスなのかな。うん、まあこんな感じでね、うん、で戻ると HD リマスター、本作ではバトル中の背景データ、キャラクターグラフィック UI の一部を書き直し HD 化、ゲーム進行をサポートする新機能も追加され、より遊びやすくなりましたということで、まあここがないとね、やっぱゲームキューブ版持ってる僕としては、ね、触手が動かないわけですよ。そっか、ゲームキューブの時代ってまだ4対3が主流か。そうだよな。確かに PS3 の時代でこう16対9当たり前じゃんって感じだもんね。で Wii と PS3 で、まあ、1個こうテレビの時代を1個ねまたいでるからね。そういう意味ではその前のゲームキューブだから、まあ確かにそうだね。ゲーム全体のアスペクト比を4対3から16対9に変更、広くなった画面でゲームを楽しめます。でメインキャラクターやボスキャラクターのグラフィックを一新。グラフィック一新しちゃうと当時っぽさを感じないけど、まあ HD リマスターするには綺麗な方がいいって、そういうぐらいなのかな。できれば以前のテイストをちゃんと残して HD リマスターしてくれるといいけどね、それは。でレイアウトの変更やマグナス画面でのソート機能の追加などにより、メニュー画面をより操作しやすくなりました。ゲーム内のマップ一部画面やキャラクターグラフィック等は当時のグラフィックを流用しております。まあいいんじゃないの。むしろ当時の雰囲気がない方がやばいから、あの使いやすくて当時の雰囲気が出てるのが一番いいんですよ、こういう HD リマスターとはいえ。ゲームの進行をサポートする新機能も追加されてより遊びやすく、はい。6種類の調整機能、ゲームスピード変更、エンカウントキャンセルなど好みの設定をマイセットとして保存し、いつでも切り替えることができる機能。調整可能な項目、エンカウントキャンセル、敵とのエンカウントを無効にする機能。これいいね。いいけど、こう、なんか、やっぱりレベルアップしなきゃいけないんでしょ。で、インスタント KO、敵を一撃で KO できる機能。あ、これいいね。僕これでやっちゃうかもしんない。ゲームスピード 100%、200%、300% の3段階で調整可能。バトルスピード 100%、200%、300% の3段階で調整可能。バトルリザルト簡易表示。バトル中ターン終了後の リザルト画面を簡易表示に切り替える。オートバトル。オートにバトルが進行する機能。これはある意味、なんだろう、こうエンカウントをさせるんだけども、インスタント KO を入れて、ゲームスピードを3段階の 300% にして、で、簡易画面にして、オートバトルにして、やると、割とこう、まあ、レベルアップ上げしなくてもできるようになってんならいいんだけど、要はストーリーをね、メインで楽しみたいって場合は、そういう感じで遊ぶのもいいのかな。多分、エンカウントキャンセルだけだと敵が強くなるっていう要素があるから、多分、オンにして戦って、サクサク戦っていくっていうのがいいような気がしますよね。うん。と思いました。で、まだ終わってないんだよ。オートセーブ機能。はい。で、ヘルプ機能。システムメニュー内で、用語やゲームの進め方を確認できる機能。うん。で、ニューゲームプラスモード。クリア後に獲得したマグナスレベル、ランクを引き継いでゲームを最初から開始できるモード。で、ニューゲームマイナスモード。逆に制限されたレベルの中で手応えのある戦闘や難易度を楽しむことができるモード。ということで、これで終わりかな？こっちは、こっちが、こっちは。あ、まだあるじゃん、システム。
はい、普通のシステムがありましたね。マグナスとか独自のバトルシステム、マグナス、バテンカイトスの世界では装備品やアイテムその他あらゆるものの本質であるマグナエッセンスと呼ばれるものをカードに封印し、必要に応じて元の形に戻して使うというシステムが広く普及しており、このマグナエッセンスを封印したカードはマグナスと呼ばれています。バテンカイトスのバトルはこのマグナスを使用した独自のシステムで行われます。そうね、今なんかサクサク進めることだけ言ったけど、こっちのシステムが面白いっていうところで遊びたい人も逆にいるわけですからね。そういう場合はそのマイナス、ニューゲームマイナスにするってことだよね。マグナスバトル、バトルはリアルタイムで進行し、攻撃や防御、回復など戦況に応じて、素早くマグナスを繰り出して戦うため一瞬の判断力が要求されます。さらに敵とマグナスの属性、火、水、光、闇などを考えて戦ったり、多数存在するコンボを探し出したりと、やり込み要素、奥深さを兼ね備えたバトルシステムです。こういうさ、バトルシステムで 300% を入れるってことは、やっぱりそこはオートバトルとの組み合わせがないとちょっと300% にして無理やりこうやるっていう感じは辛いよね。まあはい、そんな感じです。でムービー、これは BGM セレクションだからこれは見ないです。ということで、対応機種 Nintendo Switch、 発売日が2023年9月14日でプレイ人数1人、ジャンルが君と初めて出会う RPG で、希望小売価格が5400円プラス税セロ B で、テレビモードの1920×、これあれか、携帯モードとテレビモードの普通の感じですね、この解像度で。フレームレート30か、うん、まあでもスイッチのゲームって大体こんな感じかなっていう気がしてるから、まあいいかな。うん、まあね、だから僕は個人的にはなんか今からバテンカイトスをプレイしようと思ったら、ゲームキューブでやるよりは、これで、本当にさっき言ったように、オートだし、300%にして、バトルあるんだけど、一発で KO させて、みたいな、一番簡単なやつでさーってやっていくような遊び方をやりたいなと思うけど、まあ、一方で、当時のゲームをこう、レトロ的な感じでプレイするんだけど、より、こうね、長く、こう、なんだろう、こう、自分を痛めてでも遊びたい人は多分ニューゲームマイナスやるんだろうし、まあそこら辺はね、どちらもできるっていうのはまあいいかなと思いました。まあとにかく僕は簡単に遊びたい方のタイプなんで、そういう意味ではこれリマスターとしてはね、やっぱほらアクションゲームとかはなんかステートセーブとか巻き戻しとかがあるけど、 RPG ってそこら辺はね、まあ難易度モードが入るとかっていうよりは、こういう感じのもうバッサリ割り切った感じのね、もう入れてくれるとなんかすごい遊びやすいなという感じがしました。まあだから買うかっていうと、そこはまた別問題なんですけど、はい、一応ね、そういう感想を個人的には受けました。はい。